あれ、なんか落としなかった今。落としてますね。落としてるね。いた？こんな感じ。結構来るよ、ここ車。結構来るよ。大丈夫？止まりそうな雰囲気。多分分かってねえ。多分分かってねえで。あ、もちろん分かってるか。絶対来るよ。ダライさんいらっしゃる。ご無沙汰なんですよ。いや、お腹痛いんだよね、今。いるらしいよ。しかもこれね、天狗って書いてありますね、ほら。天狗って。天狗ですよ。天狗はやばくねえか。気をつけろ、落ちるなよ、お前。みさん、これ危ねえからやめときな。押されたら落ちるぞ。いや、落ちないって落とされたら嫌だから。やめてくれよ。いや、大丈夫じゃねえって。俺がダメだから。俺終わりじゃん。落とされて死んだらもうどうすんだ。俺もうニコニコやめたよ。当然のように。いやいや、落とされたらビッてやったらどうなんのって。気をつけてってのは油断するなって。自分で処理分に行くいいけど。絡んでるときは気をつけてってことね。じゃちょっと軽いぞ、わしね。危ないって押す。油断は大変だよ。おことですと思うね。マダさんさん、いらっしゃい。いらっしゃい。お腹痛い。めっちゃお腹痛いんだけど。なんか調子あり。今日めっちゃ調子で、さっきいきなりだよ。こっち近づいてきたらいきなり調子悪い。行くなって言ってんの。これ、もしかして。こんばんは。iPhone からいらっしゃい。バクさんいらっしゃい。おそらく、行くなって言ってんのかな。お腹めっちゃ痛いんだけど、右側が言った車が、うん、意外とね、電波あってよかったね。花束置いてあったね。あ、うちさんいらっしゃいとこね。あー、お腹痛い、お腹痛い、お腹痛い。なんでしょう、これね。軽井沢わし。でもね、ここね、僕は夕方見たんですけど、薬飲んでないんですよ。ちょっと飲み忘れちゃってね。飲ましてくれなかったってみんなもう時間に追われちゃってね。実はね、もう僕なんかね、もうすでに10カ所行ってるんですよ。実はもうここで、もうここ2カ所、ここに昼も夕方も行ってるんですね。でその後ね、あの廃墟行ったんですけど、廃墟行ったんですけど、実はもう民家が目の前にあって入れなかったんだけど、でこの間戻ってきたわけですね、こっちに。本当はもう飛ばしてもう向こう行こうかなと思ったんです。でもまあ、この後も予定が入ってて、もうね、生放送はもう本組は今日これで終わりになると思います。あとサブでちょっと一枠もしできたらやろう。最後の方、ちょっと遅くなると思いますけど、やろうかなと思ってるんですよ。これからちょっとね、松本の方行きますんで。時間を見ればまあ、松本ね、あの、そう、松本のちょっと先の方に行こうと思ってるんで、うん。ちょっとこれからちょっとね、僕も薬飲まなきゃ。なんかね、ここに来た時にお腹痛くて。いや、鶴さんと2人でここに行った時、止まってたんですよ、ちょっと停電ありますいる。足音が聞こえたんですよ、いる。どねにいます。そこ飛び降りてるじゃん。あ、ええどこ。あ、本当だ。これそう、だから歌ちゃん最初に来た時に、ここら辺飛び降りたんですよ。何今のこと。あ、だからこれ夜よ。今8時だから。あ、こちらはから女の人飛び降りてる。飛び降りてるって、これね、あのね、見せてあげたいけど。アナさんいらっしゃい、こんばんは。どうも。あれ、奈々さんまた復活したの BSV。 なんでわかんないけど、わかんない、なんで。うん、あそこいる。いる、崩しちゃった。あ、奈々さん俺あげてたっけ、わかんない、まあいいや。そうだね、BSV 来た。キモ BSV 来た。キモと言わないでくださいよ。いいじゃないですか、たまには。あら、あれ、そこに持ってる。ただちょっと調子悪い。ちょっとこれ定点あります。これちょっとどっちがやばいですか、宮城と鶴さん的には。宮城のあの、なんだっけ、ヤギさ、ヤギヤとさ、多分同類ブルだし、同等だって。俺もなんかお腹痛くてこう近づいてんつれて、あの時はみんな見えたのいっぱいいたから、俺も余計なもんが見えたの。
今日はいないからだけど、うん、いやなんか音するよ、出てるだから、でも音してるよ、ガサええ全部一緒、ちょっとこっちなんか危なくねえ か、 なんかこの辺り、うん、ただ違うのが、さっきから、うん、ただ違うのが、あそこは、うん、ライトが、知り合いそこで亡くなってんのマジ、あそこは、あのついてこなかったじゃん、うんうん、ついてくるよ、うん、マジ、じゃあ塩まこう、あとで誠もあるから、あ、ゆきさんいらっしゃい、どうもね、だってここの辺すごいよ、これじゃないで、だから皆さんこれじゃ登るんだよ、これをね、そこに手つけて、こういうふうにやっとけば絶対登れねえんだよ、なんで点滅してんの、なんで点滅してんの、いるよ、え、なんで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 いる、なんで点滅すんの、え、いる、え、なんでなんでなんで、おかしいぞ、え、なんで、だってあそこの鼻のところに、まあそこをやって向けてんだもん、ドラさんが言ったように、うん、届いてるからね、うん、あ、来た、来ましたよ、あっちにか、気のせいか、ここ、ここ、ここがいるんですよ、ここね、だってだってさっきなかったよ、花ないよ、ないよね、なかったよね、だって動画撮ってるから分かる、だって5人でここ通ったの、うん、だからあとは4時ちょっと過ぎだよね、うん、4時ちょっと過ぎここなかった、それ以降だよね、うん、ちょっと早めに上がった方のがいいかも、マジやばいよ、いない間にもし飛んで引き上げられたら、ドキュンってもう全然いないいないですよ、その後これがドキュンじゃないですよ、俺もドキュンって言われてますからね、これ、うん、近すぎるから逆に危なすぎる、彼岸なんだね、多分ね、行って八木山の場合はさ、ついてこなかったじゃん、ちょっとマジこれやばいかも、こっちに向けた方がいいっす、やべ、行ってそっち危ないです、めっちゃい痛いんだけど、やばいなこれ、なんか体調めちゃ悪いけど、ドルさんグループは今80人ぐらいいますかね、ここも飛んでんじゃん、うん、飛んでる飛んでるって、ここおお。体が出てんじゃん、ここ乗ってね、あ、ほんとだ、鶴さんいますよ、鶴さん、もう鶴さんやばいって言ってる、もうあんまり長生きするとこうやばいって、で俺もなんかお腹痛くて、なんか右が進む、右側と違うもんね、この八木山のあそこ残ったんですよ、ずっとね、あ、あれなんで、なんでまたライト変わったよ、ちょっと待って、下行こうか、下のライトに使おう、なんかライトおかしいぞ、うん、えらいごぜ、そう、何人かちょっと言えないですけどね、うん、昼間だから昼間全然わかんないから、うん、じゃあなんかね、お腹がね、すんごい痛かった、この近づいて釣りって、うん、それまでは全然良かったんだけど、急にうん、マジ、あ、そうです、福ちゃんさんいらっしゃい、 お久しぶりですか、軽井沢橋です、色が変わればね、緑っぽくする、これ緑っぽくします、これこういう感じで、あ、帰ってきてくれたなって感じでしょ、ウェルカムとか言ってる、なんか匂いしない、する焦げ臭い匂い、だから昼間のあのなんか線香の匂いだよな、あの火葬場から多分線香誰かこれでやったんじゃないですか、ここで線香やってるよな、匂いよ、すんごい匂いんだけど、うん、多分どっかにあの青いの残ってますよ、緑の、どれどれどれ、臭いんですすごく線香、なんかすんごい匂うんだけど、あ、こっから匂う、こっから匂う、ああ、そこだって踏んでる、いや、違う、こっから匂うんだよ、うん、白いのじゃん、いる、ほら匂うよね、だってほら、よくほら見て見て、うん、あそこに足音が、だからへこんでない、足跡残ってるんですか、ほら、こぼりがあるから自分のライトで、あ、足跡残ってる、うん、足跡残ってる、ちょっと待って、待って待って、みんな、あのパイプの上、あれ、ちょっと待って、よく見ると取れるかな、取れるかな、あのパイプの上が、ね、難しいな、いや、へこんでるもん、へこんでるよ、パイプ、ほら、足跡残ってるよ、これね、取れねえ、これね、鶴さんが取ってくれてるから大丈夫だね、なんとか、なんとかへこんでる、へこんでる、パイプがへこんでるよ、あの、歪んでるのなんとか、歪んでる、歪んでるのなんとか、ね、取れてる、うん、ここの間から、いや、これ落ちる、あ、そうだ、ね、入らないから、どうぞ、うん、パイプが、ほら、へこんちゃってんじゃん、本当だ、へこんでるね、パイプがね、のこのっかって、ジャンプ、このライトがあるところ、あ、へこんでるね、何人かね、そこなんか、ほら、ここも、うん、あ、本当だ、ここだと赤いし、これだってこう、ちなみに皆さん分かっ、あの、すんごい、車来た、車来た、ピーチのちょっと行かない、あれやばいかも、うん、マジマジマジ、
あ、でもこっち来るとお腹楽になんだけど。だから帰る。帰れか。帰る。帰れか。じゃ帰るじゃなくて帰る方向だ。帰る方向だからか。いや向かった時すげえ、車今行ってきた。そのまま行く。あの人さっきからピーピー鳴らしてるね、車に。ほら。ん？ここにもへこんでるよ。まあちょっといいんじゃないかな。もういいと思う。とりあえずどうした？うん、右側行った方がいい。左側行った方がいい。こっちで、こっちがいいの？いや、目の前待ってるから。どうで？左側待ってるんで。待ってんだって。手見せるよ。手見せるよ。左側行ったの。左側行った。あ、また臭くなった。もう一回来れば。いや、もうこれね、昼間も撮ったの。夕方も撮ったから、昼間も撮ったからもういいでしょ。でも多分昼間以上に夜撮ってるから。やばいよ。あ、ごめんなさい。どうもね。松さんどうも。あ、マコさんいらっしゃい。点滅してるね。ちょっとテイトやっていい？テイトやっていい？ちょっとテイトやりましょう。テイトやりましょう。あ、お腹痛かった。いや、こっち向くとお腹痛いな。なんでだろう。こっち向くとお腹痛いんだけど。うん。ノブさん、どうもね。いらっしゃい。なお。はい。あ、もしかしたらないですよ。OK ですよ。ね。いや、ほんと調子は一部さん。やばいかも、腹が。相方この放送やばい。いや、ほんと今日ね、ガチでやばいと思う、俺。あ、めちゃお久しぶりです、ノブさん。どうもね、お久しぶりです。聞こえた？マジ？結構俺命張ってるよ。軽くなった。あのね、夕方の時はそうでもなかったんだけど、実は夕方の時に夕方の時に実はこの、ね、底ですか取ったんですけど、半端じゃないです、うん、高さがここがあれだよ、うん、いや、もっと攻撃したい、うん、あんな感じですね、千穂さん座薬入れようか、座薬入れるか、うん、せっかくこの間うん、無理しないで、ありがとうね、どうもね。次はじゃあ皆さん、あのもうちょっと時間経ってからね、あのサブコミュで最後やると思いますんで、また明日ね、恐怖の現場とかもやるかもしれませんので。います？加藤さんいるでしょ。カンカンって人、いや、でも本当ね、めっちゃお